6番、5番、6番の耐久です。スタートしまして、これは悪魔のスタートか。1コース際どいスタート、3コースも際どいスタートが1周出したマーク。これは悪魔の悲しいスタート、際どいスタートになっています。現在スタートは判定中、スタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちくださいませ。1番手、2番手、3番手、4番手、欠場フライング。おっきりより第10レース準優勝戦、悪夢の大波乱、1号艇の服部、2号艇の今中、そして3号艇の大島、さらには4号艇の中道、これ4艇、1号艇服部、2号艇今中、3号艇の大島、4号艇中道がなんとフライング変換決勝。これ4艇に関する投票権は全て返還となります。最後まで大切にお待ちくださいませ。進入体系は4対2と分かれました。インコースから1番、4番、5番、6番、アウト、2番、3番の体系です。第11レース、スタートしました。アウトの5コースから高ダッシュ、トップスターター2号艇アウト、1周1マークによって一気に絞っていった。インコースから1号艇マスが抵抗できるか、2号艇マクル、間を枠から3号艇内から、5号艇6号艇旋回するか、見事先制曲がり決まった。2号艇の山本浩二が単独先頭、陰線で待って4号艇の水中央は1号艇の松井茂、後方3号艇6号艇5号艇4号艇が続きまして、一周目から旋回に進みます。スタートは正常、第11レース、スタートは正常でした。3番手から走る6号艇プライルか、1号艇松井が抱き込んで待って、このスレッジに入った。先頭から2号艇山本浩二、2番手は1号艇の松井茂、上位体系2番1番2体系、3番手で3号艇の差、4番手以降は6号艇5号艇4号艇が続き、前提が周回周2周目の後方であります。あっぱれまくり決まった2号艇の山本浩二が2周1番5トップ旋回、人気を背負った1号艇松井、インセンスバッテリー2番の1、上位体系は2番1番2体系。水上の格闘技を静かに見つめる小島競艇場、いよいよ最終決戦、第45回モーターボート記念競争です。1号艇は絢爛雅なダイモンディ走法山田豊、2号艇輝ける和州の鷹山本浩二、3号艇球速不上の人間有望と川崎智之、4号艇誉れ高き自在の神様松井茂、5号艇は絶対的無敵の象徴植木道彦、6号艇きらめけ六甲ブルーサンダー星野正彦です。
意外性のドラマが始まっています。しかしインを取り切ったのは2号艇の地元山本浩二、和州の鷹、そして2コースに構えるのは3号艇の川崎智之、センター3コース後方に引っ張って角を取るのは1号艇か山田豊、そして4コースに並ぶのは5号艇か植木道彦、アウト回りは6号艇の星野正彦、そして4号艇か松井茂。3コース、4コース、5コース、6コースの行方がまだ混沌としています。結局3コース、1号艇山田が引っ張っていく。4コースに5号艇の植木道彦、5コース、4号艇は松井茂、6コースに6号艇星野正彦対ユニレース優勝戦、内から2番、3番、1番、5番、アウト4番、6番の取り決めです。スタートしました。内算定は2号艇、3号艇、1号艇、3艇コースターのところに中崎タンマーク、インセンス速攻体制は2号艇山本浩二、3号艇引いていく、そして行けるようになったから1号艇、5号艇、4号艇、3頭するか、押し切ったが2号艇山本浩二、そしたのが3号艇の川崎ため駅、2号艇、3号艇映像、アウトコースは2号艇山本、インコース3号艇の川崎、以上通った4号艇松井茂、後方1号艇、6号艇、5号艇が続きまして、一周目はこの3件にするところ、スタートは正常でした。と3回は3号艇川崎から流れた、浮き上がる1号艇、浮き上がった時間では2号艇の山本浩二、大逆転成功し、一周目は単独先頭浮上は2点し先行しました。2号艇大逆転になった山本浩二、4点の4号艇松井茂、上体系2番4番2号体系3番手以降点が入って1号艇山田、3号艇川崎、そして6号艇落ちる5号艇浮きが続く、2周目は5号艇浮き、2号艇の山本浩二、連続の欧州4号艇の松井茂が一歩届かず、現在先頭は2号艇1点し2点し先行するのは地元山本浩二、2番手4号艇の松井茂、上体系2番4番2号体系となって今2周目は慎重に慎重に回ります。2号艇は山本浩二、襲いかかる4号艇の松井茂、どうせ枠2周目は今度は振り込んで打ち上げた4号艇の松井、わずかに届きません。上位体系は2番4番2号体系、3番手以降は3号艇1号艇5号艇6号艇が続き、2周目は5通過ホームスレッチがあって今正面の通過、いよいよ最終周回の5周回はあと1周、最終1番の旋回から向こう側面直線コースに入りまして、先頭は独走に持ち込んだ2号艇は地元山本浩二であります。今この瞬間に岡山小島の水面から岡山支部の若きヒーローが誕生します。大阪生まれの小島のヒーロー山本浩二であります。見事に地元夏の夢舞台に主役の座を勝ち取ります。瀬戸の海原にまず和州のスカイホーク山本浩二、今最終ターンマークの旋回からホームスレッジ入った2番手4号艇の松井吉がいて栄光のゴールまでガッツポーズだ。あと 50m、 あと 30m、 先頭2番山本ゴール優勝、2番手4番松井ゴール、3番川崎ゴール、2番植木ゴール、1番山田ゴール、最高峰6番星野ゴールです。ウォーターボード記念競争ウィーナー新チャンプの山本浩二選手です。ファンの皆様の浩二コールに迎えられてこのステージに立ちました。今のお気持ちをファンの皆様に一言お願いします。最高に嬉しいです。おめでとうございます。大きなカップが今渡されました。おめでとうございます。笑顔いっぱいの山本選手です。おめでとうございます。優勝賞金4000万円の小切手小切が今渡されました。素晴らしい歓声に迎えられております山本選手です。さあ今年は地元で2月でしたね、中国ダービー G1 初制覇、そして今回の SG 初優出初ゲットということで、今のお気持ちいかがでしょう。そうですね、もう自分が勝てるとは思ってなかったんで、まあ良かったです。はい。さて先ほどの優勝戦を振り返ってみたいと思うんですが、まあインコースを取られましたよね。随分深かったと思うんですが。そうですね、もう決めてました。はい。スリットの感じはいかがでしょう。全速で突っ込んだんですけど、どうですかね、わかんないです。そして1マーク過ぎは3艇が一着争いといった感じだったんですが、1周2マーク差1差しましたね。もう川崎さんが言わした感じだったんですけど、松井さんが突っ込んでいってくれたんで、それで勝てました。そして勝利を確信されたのはどのあたりだったんでしょうか。
そうですね、2マーク回ってね、先頭に立ったんで、まあ昨日ほど緊張しないで走れたんで、それが良かったです。さあ、じゃあファンの皆様に改めてどんな言葉を差し上げましょうか。そうですね、こんだけ残ってもらえて大変嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。